今井絵理子議員が飲食なしの参加費2万円で感謝祭を開催したとして話題になったんだけど、岸田も発起人として名を連ね、麻生太郎も参加していたとのこと。この人はいつまでアイドル引きずっとん。世間では仕事しないくせに金儲けだけはしっかりやるんだなとか、こういう収益にインボイス制度を設けるべきというような意見が上がった。勘違いもええとこじゃけど、招待のインビテーションもスペル間違ってたらしいし、今井絵理子感謝祭2023っていうタイトルも固くなり変更拒否したらしいし、何がしたいんこのおばはん。